ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの一戸建て賃貸物件のご紹介で来ております。見てください、この素敵なシステムキッチン、パネルがですね、なんともこのイエローという具合で、まあ、おしゃれな、ね、色合いになってます。明るく、感じることができるキッチンですね。窓もしっかりとこうキッチンについておりますので、今でもこうお日様の入る、明るいキッチンスペースとなっております。コンロは3口、グリル付きということで非常に、使いやすいと思います。でキッチンのね、後ろはこれぐらいの、広さがございますので、冷蔵庫や食器棚を、いただくことができます。キッチンスペースには室内に洗濯機置き場を設けておりますので、雨の日でもね、中で洗濯をしていただくことができます。こちらは勝手口ですね。まあ、少しこう外に出ることができるスペースとなっております。こちらを開けますと洗面所がございまして、独立の洗面台がありますね。そして奥には浴室ですね。追い焚き機能もしっかりと、ついております。非常に涼しげなタイル張りのお風呂ですね。窓がね、多いですね。一戸建てということで、水回りがしっかりと、窓がありますので、換気が、できますね。そしてこちらですね、ウォシュレットがついております、お手洗いですね。ここにも窓がしっかりございます。玄関はですね、こちら広々と、スペースが確保されております。シューズボックスもしっかりついてますね。1階にはですね、和室もございますので、こちらですね、照明器具はね、各部屋に、ついております。収納スペースもね、しっかりとございます。それでは2階の方へですね、どうぞ上がってください。階はですね、お部屋が分かれておりまして、まずは洋室ですね。ここも、照明もついております。ここはね、もともとこう双葉のところを、今はちょっと扉を外して、使えるようになってます。広い洋室のお部屋になってますね。でこちらからはバルコニーにね、通じておりまして、もう一つね、和室の方から、もう少しね、前が広くなっております。ここにもね、少しこう上がったところに、収納があります。ここは階段がね、ここ通ってますね。で扉がこう2つ、ありまして、こちらからですね、和室の部屋となっております。まあね、押し入れは非常に大きくなっておりまして、洋服もかけれるようにハンガーパイプを設置しております。エアコンもですね、残置物になりますが、2階で2つ、1階に1つ、ね、3つついております。照明もありますのでね、かなり、お引越しの際は、まあ、そういったものをね、設置したり、する費用をね、抑えることができますね。バルコニーはね、しっかりとこう差しもありますので、雨の日でもね、安心ですね。なかなかこういった賃貸物件は、数ね、すごく限りがございます。JR 奈良駅や新大宮駅の方にも、徒歩圏内という、便利な物件となっております。ぜひ、詳しい情報は弊社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のマスキでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。